タコとと私たちとの共通点って何でしょうタコには肺も脊椎もないし決まった英語の複数形もないのにでもタコは本当にパズルを解いたり観察から学習したりでき道具だって使えるのです身近にいる知性のある動物のようにですよタコの驚くべき頭の良さは生物学的構造からきていて私たちとは全然違うのです200種かそこらのタコは 軟体動物で、トウ類に属しています。そのギリシャ語名の意味通りです。頭には非常に大きな脳があり、他の賢い動物の体と脳の比率に比べると、タコにはびっくりさせられます。また、その神経系の複雑さは、犬のそれと変わりません。タコのゴークモの神経細胞は脳に集中せず、3つの基本的構造内に体系化された、連結する神経節のネットワーク中に広がっています。 中央脳にある神経細胞は全体の約10%だけで2つの大きな腫瘍に約30%あり残りの60%は触手にあります触手は固有意志を持っている手だと思っても良いでしょうここからが面白いのです身体を支えるための融通の利かない骨格を持つ人のような脊椎動物は関節で動けるようにできてはいますがどんな動きでもできるわけではありません膝を後ろには曲げられませんし 前腕を真ん中で曲げられないというのに頭側動物は骨が全くないので触手のどの部分も好きなように曲げられるのですですから触手をどんな形にでもすることができ人間世界の何にも例えられません例えばリンゴをつかんで食べる単純作業を考えてみてください人の脳内には神経の身体地図がありますリンゴを見たとき脳の運動中枢が 適切な筋肉の活動開始の信号を送り腕を伸ばさせ手でつかみ肘を曲げ口に持っていきますタコの場合はその過程が全く異なり身体地図というよりも頭足類の脳に行動が記録されていてタコが餌を見ると脳は身体の特定部位を活動させるのではなくつかむという修正的な行動反応をさせますその信号が神経回路を駆け巡り触手の神経細胞がその信号を受け取り 直ちに行動に移るようにと指示します触手が餌に届くや否や筋肉活動の波が触手を走り触手の付け根まで行き新たにその付け根から別の波が触手の先までに送られますこうして信号は餌と触手の付け根の中間点で出会いそこで曲げることがタコにわかるのですこれはタコの8本の触手1本1本がそれぞれ意思を持っていると言ってもよいでしょう このため、タコは状況に応じ、素晴らしく柔軟で創造的な問題対処ができます。例えば、瓶の蓋を開け、餌を取ったり、迷い道から抜け出したり、新しい環境を探索したり、自分の皮膚の質感や色を変え、環境に溶け込んだり、または他の怖い生物の真似をして、天敵を追い払ったりします。糖塞類は、脊椎動物よりもずっと前に、複雑な脳に進化したのかもしれません。この知能は、タコだけのために役に立っているのではありません。 他に類を見ないタコの神経系と自立思考する触手は、新しい研究、柔軟な動きをする柔らかな材料を使ったロボットの開発に着想を与えています。このような分岐進化に伴う知能発達の研究は、知能と意識を総合的に理解する助けとなります。ひょっとしたら、他にも知的生命体がいて、どんな生活をしているのか、誰も知らないだけかもしれませんね。 このビデオでは驚くべき動物の本能について紹介しています。犬がどのように鼻でかぎ分けるかをご覧ください。ミツバチが数学好きであることもこのビデオで確認できます。